灌漑用水路を切り開き洪水を起こすについてお話しします。634年9月22日ヨナからアンティオキアへの近道を教えてもらっていたハーリド・イブン・アル・ワリードがアラブ人の服装を身にまとった騎兵連隊を率いジャバル・アンサリア山脈現在のシリアのラタキア県を越えてアンティオキア近郊の海上で東ローマ帝国の難民の船団に追いつきます。アラブ人の服装はムスリムと悟られないようにするためでヨナの提案でした。この日は激しい豪雨でした。またヨナは3日間の停戦期間が過ぎたら東ローマ帝国軍の追撃 を追撃するようワリードに提案していました。東ローマ帝国軍は雨を避けて大地に散り散りになり錦の束が地面に散らばりました。ヨナを含む偵察隊は東ローマ帝国軍に知られることなく軍勢の位置を特定しワリードの軍が攻撃するのに十分な情報を取得しました。ワリードは東にラーフェ・ビン・ウメール率いる1000名の騎兵連隊、西にワリード率いる1000名の騎兵連隊、そして南にディラール・ビン・アル・アズワル率いる1000名の騎兵連隊、そして北にアブーバクルの息子アブドゥル・ラフマン・イブン・アブーバクル率いる1000名の騎兵連隊の東西南北の4方面からの攻撃をワリードは計画しました。まずアズワルの軍が後方から東ローマ帝国軍を吸収しました。そして東ローマ帝国軍はムスリムの存在に気がついていませんでした。30分後ウメールの部隊が東から現れ東ローマ帝国軍の右翼を攻撃しました。さらに30分以内にバクルの部隊も西から左翼を攻撃し最後にワリードの軍が東ローマ帝国軍を包囲しました。またワリードは決闘によりトーマスを殺害しました。東ローマ帝国軍は劣勢となりましたが数の上ではムスリムに勝っていたため数千名の東ローマ帝国兵が安全な場所へ避難することができました。ムスリムは戦利品としてサテン人に浮世模様を織り出した織物であるブロケードを奪い多数の捕虜も得ました。トーマスの妻かつ、ヘラクレイオスの娘である女性を捕獲しました。ヨナは後に婚約者を得ていましたが後にはいらないですね。ヨナは婚約者を得ていましたがダマスカス包囲が始まったため結婚は延期となっていました。ヨナがイスラム教に改宗したことを知るとその女性は婚約を破棄し東ローマ帝国人と共にアンティオキアに移住することにしましたがヨナの目の前でドレスのひだから短剣を抜き自殺しました。ヨナは瀕死の状態となった婚約者の隣に座り他の女性には目を向けないと誓いました。代わりにワリードが捕獲したヘラクレイオスの娘を差し出しましたがヨナは辞退しました。635年1月前年7月のアジナ大の戦いで敗れた東ローマ帝国軍の残兵はペラ現在のヨルダンのイルビド県タバカット・ファハルそしてスキトポリス現在のイスラエル北部地区のベトシアンの2カ所に集結していましたがムスリムの追撃に遭います。ペラでは東ローマ帝国軍が灌漑用水路を切り開いて洪水を起こしムスリムの進軍を食い止めようとしました。しかしムスリムは泥だらけの土地を横断し最終的に東ローマ帝国軍を破りました。さらにスキトポリスとティベリア現在のイスラエル北部地区もムスリムの分権隊による包囲の後に降伏しました。635年3月ダマスカスを守備する部隊がヤズイド・イブン・アビ・スフィアン率いる軍のみとなりヘラクレイオスは好機と捉えテオドールの指揮下に兵を送ります。テオドールは騎兵隊を中心とした軍を指揮しダマスカスを奪回しました。その後ムスリムのもとにもテオドールの動きは耳に入りアブ・ウバイダとハーリド・イブン・アル・ワリードがテオドール征伐へと向かいました。テオドールはさらにシャナシュ・アル・ローマ率いる騎兵隊を含む援軍を受けました。最終的に両軍はマルジュ・アル・ラムにて対峙しました。戦いはローマとウバイダによる決闘で幕を開けました。決闘はウバイダが勝利しその後は均衡した戦いとなりました。しかしテオドールとシオドールを含む東ローマ帝国軍の一部が撤退しダマスカスが東ローマ帝国軍の攻撃を受けていることがムスリムに知れました。ワリードたちは戦闘をやめダマスカスに急行しました。テオドールとシオドールの指揮下の東ローマ帝国軍がダマスカスに到着するとスフィアンが迎え撃ちました。
スフィアンの軍は数で劣勢でしたが、健闘しました。やがてワリードと騎兵隊は到着し、東ローマ帝国軍を背後から攻撃し、挟み撃ちにしました。その後、ワリードは一騎打ちでテオドールを殺害しました。またシェオドールも殺行され、東ローマ帝国軍の前線が混乱し、戦場から逃走しました。ムスリムは直ちに東ローマ帝国軍 の武器や衣服、そして牙を押収し、スフィアンはワリードや兵にそれらを分け与えました。以上です。